どうも皆さんこんにちは、ケイです。今回紹介するのはコールマンさんから発売されているツーリングドーム ST と ST プラスという2つのテントを比較していきたいと思います。今回は FBS さんから密着していただきながら撮影しているので、吉本興業のマサルさんにお手伝いしていただきながら撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。どうも博多のおじさんとマサルちゃんです。お願いします。ということでマサルさんと協力しながら、この2つのテントを比較していきたいと思います。レッツゴー。では早速このコールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの特徴をさらっと紹介したいと思います。1. 大きな前室がついているので別にタープなどを用意しなくても快適なキャンプができること。 2. 屋根を作ることができること。 3. 入り口が前後2つあるということ。 4. テントは正面の入り口も裏口も網戸にできますし、ドアを閉めることもできます。 5. 前室にはペグが必要ですが、必ずしもペグを必要としない半自立式のテントです。6. インナーテントのみで使用することができます。 7. ST プラスはダークルームテクノロジー搭載により暗く日光をほとんど遮断してくれるので朝まで快眠、いや寝坊レベルで寝れます。コールマンのツーリングドームには弱点もあります。1つ目の弱点はポールが FRP だということです。最近のテントのポールは軽くて丈夫なアルミ製のポールが使用されていますが、ツーリングドームには FRP というグラスファイバー製のポールが使われています。5年くらい前までは FRP のテントをよく見かけましたが、最近はほとんど見かけなくなりました。 FRP は安価な反面、割れやすくグニャングニャンするという特徴があります。壊れるときはアルミ製ポールは折れるといった感じですが、 FRP の性能は竹のように割れる、避けるといった表現で壊れます。キャンプ場でアルミ製のポールが折れてしまうと修理しないとその日のテントを立てることはできませんが、 FRP は折れるというより割れるので設営ができなくなるほどの致命傷にはならないかもしれません。ツーリングドームで検索すると多くの方が FRP 製を自分で交換している情報もあるので、アルミ製のポールがいいという方はそちらを参考にしてみてください。2つ目の弱点はペグがスチール製の安価なものが付属しているということです。曲がりやすく硬い地面には刺さりにくいので、そういった場所で使用する場合は別途ペグが必要です。3つ目の弱点は屋根を作るときに必要なペグやロープも付属してないということです。付属のペグとロープはテントを設営すると1本も余分はありません。このように屋根を作りたいのであれば別途ポール2本、ロープ2本、ペグ2本が必要です。4つ目の弱点は重くて大きいということです。バイクに乗せた時のイメージ図はこのように巨大です。ただし ST プラスは屋根を作って鍵を作ることでタープを使わなくていいぐらいの日光を遮断してくれるので、テントプラスタープを持ち込んでいると思えばぼちぼちの大きさ重さかもしれません。早速袋を開けてみましょう。 ST プラスともに収納時の大きさは直径19センチ、横49センチです。付属品はインナーテント、フライシート、スチール製のペグが13本、ロープが4本、メインのポールが2本、全室用のポールが1本です。 ST プラスどちらとも付属品は共通していました。 ST が重さ 4.4kg、 ST プラスが 5kg です。では早速組み立てていきます。 ST も ST プラスも組み立て方法は同じです。ツーリングドーム ST はメインポールを2本だけ使ったドーム型テントなので、初心者でも組み立てしやすいテントです。またテントとポールを固定する部分は片側はこのようにポケットになっているので、テントを立ち上げる際にポールが抜きにくくなっているので、とても設営しやすいテントでした。組み立て方は 1. まずはテントを広げます。 2. メインのポールを組み立てます。 3. テントにクロスするようにポールを置きます。 4. 奥の部分のポールをテントに差し込みます。 5. ポールを持ち上げるようにして手前のポールをテントのピンに差し込みます。 6. テントのフックに引っ掛けます。次にフロントポールを組み立てます。 8. ポールをテントの正面のフックに接続します。 9. 最後にポールをテントの横のピンに接続してあげればインナーテントの完成です。最後にフライシートをかけてあげてペグを打てば完成です。テント設営に慣れている僕でペグ打ちを含めて5分程度で組み立てできました。初めてテントを触る方は20分程度、2回目は10分程度で組み立てできると思います。
付属の説明書には随理で設営方法をとても分かりやすく説明しています。ペグを打てる場所は赤い丸の9箇所、ロープを張れる場所は青い丸の4箇所です。ということで早速コールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの外見を詳しく見ていきましょう。これらのテントの反対側の扉の上には結構大きな通気口がついています。中に硬い板が入っているのでマジックテープと接続すれば通気口になります。テント正面の入り口部分は足元だけをまくることができる機能がついています。寝ている最中テントの中を覗かれることなく新鮮な空気だけ取り込むことができます。早速ドアを開けていきましょう。まずは正面から開けていきます。正面のドアは2箇所のファスナーを上げることで開けることができます。開けたドアはくるくる巻きにして上側に固定することができます。これで正面の扉が開きました。反対側のドアを開けてみましょう。反対側のドアは正面とは違い観音開きのようなデザインです。開けた扉は左右ともくるくる巻きにして横に固定することができます。次にインナーテントの扉を開けてみましょう。扉のデザインはかまぼこ型になっており大きく出入りしやすいデザインです。開けた扉はくるくる巻きにして下側に固定することができます。インナーテントの扉は中から網戸にすることもできます。全く同じ構造の扉が反対側にもついています。これでテントの扉をすべて開け終えました。扉が2つあるおかげで通気性が抜群に良くなり夏は涼しく過ごせて冬は結露しにくい構造のテントになっています。次にテントの中を見ていきましょう。テントの中はこんな感じです。大きな全室がついています。インナーテントの中はメッシュポケット以外は無駄なものはなくすっきりとしたデザインです。室内の中央と各ポールの部分に輪っかがついています。 S 字フックではないので注意してください。テントの内部から外を見てみるとこのような景色になっています。室内は縦 210cm、 横 120cm と1人から2人用のテントとしてはごく普通の大きさです。1人であれば快適に過ごすことができますが2人だと窮屈さを感じると思います。寝てみた時の視点はこのようになっています。このテントはファスナーの開閉によってドアを開け閉める箇所が多いので暑い日は全開にして涼んだり人が多いキャンプ場など状況によってこのように扉を開け閉めして横側から出入りしたりと工夫次第によって様々な使い方が可能です。ここからツーリングドーム ST と ST プラスの違いを説明します。 ST は今お見せした通り通常のテントですが ST プラスはコールマンが開発したダークルームテクノロジーという遮光性に優れた生地が使用されています。これにより光を 90% 以上ブロックし日光の加藤を防ぐことでテント内の温度上昇を大きく抑えることができます。 UV 遮蔽率は 99.9% 以上、最大温度差は 13.5 度にも上るそうです。ご覧の通り ST と ST プラスでは室内の明るさが全く異なります。 ST プラスは昼間でも室内は真っ暗なので太陽が昇るのが早い時期の朝でも眩しくなく安眠することができます。先日コールマンジャパンさんの YouTube チャンネルに出演した際も僕がこのダークルームテクノロジーを気に入っているといったところ田中健さんもダークルームテクノロジー搭載のテントでキャンプをしていたら仕事に寝坊してしまったことがあると言っていました。最近人をダメにする〇〇なんていうキャッチフレーズの商品がたくさん出てきましたがこのダークルームテクノロジー搭載のテントは人をダメにするテントでした。ツーリングドーム ST プラスは昼間でも暗すぎるためテントの後部に天窓がついています。この窓を開けることによってライトを使わずある程度の光を取り込むことができます。またテントの側部から空気を取り込みやすいようにサイドに通気口がついています。ダークルームテクノロジーは画面上では伝わりにくい地味な機能かなと思いますが一度使うと他のテントには戻れなくなるほど超快適な機能です。インターネットではほとんど販売していないので使用しているユーザーも少ないですし他と被ることがあまりないのでダークルームテクノロジーのテントを使用している人を見るとおこいつできると思うテントです。かっこ個人的にダークルームテクノロジー以外の機能や大きさなどは ST と ST プラスに違いはありません。各部の大きさは130 110 70 110 140 90 100 100 140です。
このテントには奥行き105センチの大きな全室がついています。雨が降ったとしても扉は閉め切り、ここで調理することができるほどのスペースがあります。これがツーリングドームの一番の特徴かなと思います。靴や荷物を全室に置いておけば、室内はいつも最大限広く使用できますし、全室があるかないかだけでキャンプの快適さ、就寝時の快適さは変わってきます。全室はテント後方にも作ることができます。別売りのポールを使って屋根を作ってみます。正面の扉にポールを差し込み、ロープで固定してあげればあっという間に屋根ができます。屋根の大きさは 150cm×115cm とある程度の大きさがあるので、日差しよけとして最適な屋根です。ポールの高さは 100cm×120cm がちょうどいいと思います。今回は 120cm のポールを使用しました。耐水圧についてです。 ST は耐水圧 1500mm、 ST プラスはフライシートが 3000mm、 フローが 1500mm となっています。現在テントに水をかけていますが、 PU コーティングにより弾いているのがわかると思います。どちらのテントも通常の雨はもちろん、ある程度の雨であれば十分耐えられる耐水圧を持っています。各縫い目の内側には防水のシームテープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。このように縫い目が交差する部分にもそれぞれシームテープが貼られており、雨が漏れてくることはなさそうです。インナーテントの底や四隅にもシームテープ加工が施されているのはさすがコールマンだと思いました。ということで、いかがだったでしょうか。コールマンのツーリングドーム ST と ST プラスの紹介でした。ってことで、マサルさん、うん、どんな感じでした。いや、すごい YouTube の撮影YouTube 初 YouTube です。そう、12時30分、6時半から始めて、朝の6時半から始めてるんですよ。6時間ぴったし、6時間ぐらい炎天下の中。いや、もう本当もうちょいで、ね、ぶたれます。いや、でもすごいテント、はいはい、やっぱこう動画見てもらった人も分かりやすいと思うし、はいはい、あとやっぱこのテントの特徴やっぱね、はい、あの屋根があるけん。そうなんです、屋根があるのが結構よくて、なんかバランスがいいなと思いました。確かに、もうこれはもう、うん、ザテントで、テントみたいな感じなんで、うん、で、特にこっちですね、なんかやっぱ日陰の濃さ、うん、もう全然違うもんね。薄いけど、こっちめちゃくちゃ濃いんで、遮光性がね、遮光性は、あと水はけがすごかった。すごいですよね。僕が今買うのであれば、うん、どっちも持っていないのであれば、まあ、こっちを最初に買うかなと思います。いや、あと俺もお手伝いさせてもらってて思っとったのが、多分俺このままこの足でこのテント買い行きますもんね。ずっと言ってましたもんね。ああ、これいくらって言ってましたもんね。そう、あ、ただですね、うん、重要なことがあって、はい、このツーリングドーム ST は結構インターネットで売られてるんですけど、このツーリングドーム ST プラス、ダークルームテクノロジー搭載の ST プラスはインターネットで販売されてないんで、あら、コールマンさんの、製品を扱っているお店に行かないと買えないので、ぜひ皆さん気になった方はコールマンの製品を扱っているお店に足を運んでみてください。ということで、 ST プラスは店頭でしか買えないんですけども、こっちの ST の方は、インターネットでも買えるので、 ST の購入先は概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。